どうもシャーペンです。今回は明日のモンストニュース要素6月1日編ということで、今週のモンストニュースは水曜日ということでお気をつけください。この動画では去年の今頃のモンストニュースを振り返りながら、明日のモンストニュースで何が発表されるかを考えていこうという動画でございます。ただこの動画に話すことはあくまでも傾向からの予想なので、去年これが発表されたから明日これが発表されるかもしれないよという流れが詰まった動画でありますので、その辺はご了承ください。で、今回参考にしていくニュースは2021年6月3日のものを振り返りながら何が発表されるか考えてワクワクしていきましょう。どうぞ。まず爆絶乖離発表。まあこの色付きのドクロ初登場しましたね。敵に触れるたびに変わっていって、倒した時のドクロの色によって効果変わるってやつで、地雷ブロックの対策必須級でして、まあこれはもう近畿の17国と一緒だったんで、さすがにこれ反射系だろうと思ったら貫通系でしたね。まあなのでそのまま17国で強かったキャラクターが活躍したってクエストで、まあ、かなりさっきの色付きドクロが大事で、まあ、敵がボディアップしてしまうドクロも存在したんで、まあ、それを避けつつ、まあ、デバフというか結構まあ正確なショット、まあ、適当にやることはできなかったですね。まあ、ただ初降臨してちょっと経った後に裏城1年生登場しまして、まあ、クエストの仕様とまあアタッチボムの相性が良い、ゴリゴリ削れますし、でさらにその翌月に重心化したザドキエルが、まあ、強力な直殴りと遅延 SS の安定感で、もう何ならボディアップしていてもちょっと削ってくれるぐらいの感じだったんで、まあこの2体の登場で難易度大きく低下しましたね。で、そして今年はまあ先日の転調者シリーズ、まあノービルやスケルスタンドと来てますけども、まあそのシリーズの爆絶が、まあ6月中に降臨するんではないかなと思います。まあグランディ要素の作成にも繋がってくるんで、ここは大事なとこですね。まあただ驚いたのは先日降臨した超絶のノインでも EX が登場しまして、まあこのシリーズの EX は運営取引ということで、なんか父親らしいですね。まあ結構やっぱりそのシリーズを滑るものといいますか、モンストもともと設定凝ってるんですけども、さらに、まあこの EX の登場によってさらに深くなってますね。で、まあ爆絶 EX があって超絶 EX があるってなると、まあこれは同じ絶級である豪絶の方にも注目が行きますけども、まあただ結構豪絶キャラクター本当に超絶爆絶よりも一体一体の設定がより練られてるんで、まあそれを滑るものってなるとまた相当ね、やばそうというか、燃えますけども、まああるんでしょうか。まあ一応流れとしては7月に、まあフラパで闇豪絶が降臨して、停滞者のシリーズが完結する。で、9月から新しいシリーズが始まるんじゃないかなと思います。まあそこで EX が来るかどうかっていうのが今回注目点ですね。続いて、バージョン 20.3 アップデート情報。まあ発表された情報としては、このまあアップデ完了タスの巣窟の実装とか、まあ守護獣設定の引きずりみたいな結構細かいもの続いていたんですけども、ここで唐突に発表されたのが、情報修正でありまして、で、このアップデートの中修正発表するんだと思ったら、まあ、線形丸ごとの情報修正でありまして、まあ、その内容が、まあ、これと。まあ、超パワー型はこの段階で分かんなかったですけども、まあ、超バランス型に関してはもうこの時点でやばいと。まあ、もともと 5% だったのが 20% になるってだけで結構ね、驚きだったんですけども、まあ、これはさすがにその、属性倍率が上がることによって、超バランス型の恩恵上がっていくっていう隠れ仕様あったんですけども、まあ、それが、なくなって、まあ、全部均一で、まあ、20% になるのかなと思っていたら、普通にそれもそのままだったっていう。まあ、それも引き継がれたんで、まあ、現状一番高い属性倍率は、超絶アップなんですけども、それに該当していた近畿の26国以降とか、まあ、豪絶3周目以降の、まあ、バランス型の鉄製キャラクターが、めちゃくちゃ強くなったっていう。まあ、特に26国はすごかったですね。一番実感しやすかったというか、まあ、これは歴代の情報修正の中でもトップクラスの革命的なものだったんではないかなと思います。で、最後にしれっと超絶怪が初期に入ったっていう、本当にさらっと入りましたね。というので予想外のタイミングで超バランス型のキャラクターが一躍当たりキャラクターになるっていうね、大きくモンストが動いたタイミングでありましたね、昨年は。で、そして今年のアップデートですけども、まあ、アップデート自体は直近に行われていると。まあ、特にサイレント修正もなかったと思うんで触れてないんですけども、まあ、本当に細かいものでした。まあ、ただそうなると6月に期待することといったら情報修正ですかね。やっぱ今年まだ1月にしかやってなくて、あの、銀玉のやつ、まあ、ぐらいでもう不定期になったって発表あったんですけども、まあ、でもここまで開くとね、そろそろ、恋しい時期でありますね。まああと内容としてというか、まあ、ちょうど超戦型の話出たんでまとめますけども、まあ、結構毎年強い戦型ってのは変わってる気がして、まあ、2019年の超戦型実装時は、まあ、超スピード型のキャラクターが強かった、まあ、単純に、まあ、壁に触れると1回加速ってのはね、まあ、高難易度ではありがたかったんで、まあ、一番当たりだったと思いますし、で、2020年から、まあ、トゥーフォーオールをはじめとした、まあ、共有所と爆発のセット、まあ、その前からありましたけどね、ベビーアークとか、まあ、結構一部界隈では強いって話題になってましたけども、まあ、限定キャラクターの重心化でこのセットが生まれて、まあ、一躍超砲撃型が大活躍、まあ、その年の新春キャラクターであるエクスカリバーをもかすませるような強さでしたね。で、そして2021年では先ほどの超バランス型の情報修正によっても一躍、まあ、当たりの戦型になりまして、1年経過した今でも、まあ、重心化したキャラクターとか実装されるキャラクターとかがバランス型だったら、おーって喜べるようになりましたからね。まあ、本当に毎年変わってるなと思って、じゃあってことですよね。あと1個残ってんじゃないかということで、パワー型。で、今年の新春キャラクターであるネオのリバースモードがパワー型だったんで、
ワンチャンパワー型の時代始まるかなと思ったんですけども、ただやっぱこの戦型バランス調整の意味もありますからね。まあパワー型だから許されてる性能ってのもいくつかあると思いますし、一旦パワー型で実装しておいて良さそうだったら他の戦型にもつけるみたいな感じはありそうなんで、まあやっぱりパワー型の時代は始まらないのかなと思っちゃいますね。この段階で友情コンボの限定なくすだけでもアンフェアやばいですし、このままなんかなっていう、まあ減速率ぐらいはいい気がしますけどね。あれまた去年修正入りましたけども、今年になってもう他の戦型と一緒にしますぐらいだったら、まあそれが今のデメリットがある状態にメリットをつける、まあやっぱりパワー型なんで単純に直殴りに倍率かけるとか、そういうならやっぱり若干不遇なパワー型を救ってほしい感はありますね。そして重心化したのがドロシー。まあ、進化の魔王キラーと、まあ、神化のギミック対応力を合体させて、まあ、その他も全体的にベース通りっていうね、まあ、本当に順当強化、まさに。まあ、仕事は変わらずに25の極で、まあ、特に増えた感じはないですけども、まあ、意外と使うと、まあ、順当に強いというか、まあ、なんやかんや壁すり抜け号令とかも使いやすいですし、で、明日の重心化要素、まあ、超運っていうね、結構古いキャラクターが救われたんで、このまま古い流れ続いていってほしいですけども、まあ、属性としては木属性で、まあ、サイコさんはひまわりですね。まあ、やっぱり砲撃型のシャイニングピラーのね、ロマン性能の印象が強いんで、もうやっぱその方面の強化、友情ブースト、キラー、両方ともシャイニングピラー。当たったらやばいよっていう、その方面行ってほしいですね。ただ単純に古いっていうとやっぱり曹操の方がね出てきますね。超運とのつながりというか流れもありそうですし、まあモンタナがねやっぱこの普通のタイミングで来るってのはやっぱり予想がつかない。通常ニュースのタイミングだったらやっぱり曹操の方があり得ると思いますね。まあここで重心化しちゃってもうよりモンタナが引き立ってしまいますけども、まああえてこう曹操できますか。ちょっとで重心化回も発表されまして、ケロンまず撃手が貫通になりまして、まあ貫通変化だった SS が反射変化になり、でアビリティの方にはウィンドと魔法陣対応を獲得で、結構火ダメを軽減するアビリティを多く持ってますね。で友情コンボは順当強化って感じですけども、まあ結構この火ダメの軽減っていうのは伊達政宗、あそこ本当にずっと攻撃痛いんで、まああれをちょっとでも抑えられるってのはすごいありがたかったですね。で明日の重心化回予想、まあなかなか火属性が来ないと、もうずっとラザニーとかね、まあダリアとか言ってるんですけどね、来ないんで、まああえてアラミスとかね、今日ポルトス実装されまして、4月にアトス、5月にポルトスなんで、まあ、6月にアラミス、7月にダルタニアンではないかって予想がありますけども、まあ、あえて連続させる、ここでアナミス。まあ、性能としても昔カルナで助けられましたけども、今ではちょっとやっぱりね、早急に回になってもいいぐらいのものになっているんで、まあ、ここであえてアナミス。で、さらに X フラッグパーク2021の追加情報ですね。ここで発表されたのが、まあ、フラパイのカウントダウンガチャのようなデイリー積み立てガチャの発表ですね。まあ、これ最近まとめたんですけども、まあ、内容としては、まあ、期間中に毎日何かしらクエスト、ほんと何でもいいんで、クエスト1回クリアするとガチャが積み立てられていって、まあ、モンストの日は10連分が溜まっていく。で、それで最大50連分になるっていうガチャでしたね。で、貯めていくと31連からは限定キャラクターも排出対象になるんで、まあ、貯めるモチベーションありましたし、まあ、ちょうどフラパの数日前ぐらいに50連溜まったんで、まあ、僕あんまり結果は良くなかったですけども、まあ、単純にいっぱいガチャ引けて嬉しかったですね。というデイリー積み立てガチャの発表と、まあ、相変わらずもゲームに実装してほしいこのフラパの書き下ろしの、まあ、ルシファーとパンドラのイラストが公開されましたね。で、そして今年は X フラッグパーク2022の追加情報ということで、まあ、毎週コンスタントに発表されている。先週は、まあ、フラパ限定イラスト全員公開されましたし、まあ、ネオとカノンのフラパのイラストとか、まあ、コーナーの紹介がたびたびありますけども、まあ、フラパまであとニュースは5回ですかね。まあ、明日を含めると多分7月に入ったらもう普通のニュースはないですね。まあ、多分7日分のニュースが10日に移動すると思うんで、まあ、6月中のモンストニュースで情報が解禁されていくんではないかなと思います。まあ、今年は、まあ、デイリー積み立てガチャのようなカウントダウンイベントはあるんでしょうか。で、さらに明日発表されることは2022年6月の前半イベントですね。まあ、これ前回発表されるかと思いきや、まあ、スパイファミリーコラボとかの発表で、まあ、このイベントの発表はなかったということで、これはもう明日ニュースで発表しても明後日から始まるイベントですので、テンポよく始まるんですけども、どういうイベントとなっているんでしょうか。まあ、結構アルファイベントとかね噂されてますけどね、来るんだったら去年のモンストブライダルですけども、真相やいかに。はい、ということで予想ここまでで、まあ、今日の注意点なんですけども、アーニャコインの日替わり引き換えですね。まあ、なんと今日は貴重なオープ5個ということで、まあ、5個といってもガチャ1回分、その単発で自分の欲しいキャラクターが出る可能性ってのはゼロではないんで、絶対に回収しましょう。この5個は貴重だぞっていう。まあ、ということで明日のモンストニュースは、まあ、明後日から始まるであろうイベントが、まあ、普通のイベントなのか、まあ、期間限定系になって忙しくなってしまうのかが決まるところでありますので注目でございます。まあ、よかったらコメントなんか皆さんの予想妄想感想どうぞお書きください。あとついでにチャンネル登録もしていただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションになりますんで、よろしくお願いします。これからもぜひ。ではご視聴ありがとうございました。さようなら、バランス。